写ってる写真もすごい好きで、うん、なんかなんだっけ、なんかやっぱこういうの、それか、そう、親父も、そうそうそう、なんかこう、なんだろうね、人生の時の流れの中の一瞬みたいな、うん、私はね、圧倒的にこれ、あ、最近のね、なんかあの王子様感が、ね、出まくってるよね、これすごい好き、ね、まず髪の色も綺麗やし、ね、髪取ってもらいました、これは、でもなんかこういう話あんまりしないからすごい、そうね、確かになんか私の好きなめぐめぐはやっぱちょっとこの辺、あ、めっちゃダークじゃん、めっちゃダークね、これもうね、そうダーク、ハードボイルド、あ、でもあいいよね、その写真もすごい人気で、モノクロ好きなんだね、うん、でもそういえばさっきなんかね、写真撮る話になったけど、みずきっていつも何で撮ったりする？ちょっと iPhone X にしてから、なんかまた写真撮る方も、まあ、前は好きだったけど、よりなんかこう好きになってくるなってきて、なんかあるらしいね、ポートレート用の、あるの、ポートレートモードって言うんだっけ、あ、そう、ポートレートモードできるやつと、あとね、あの結構今ね流行りだけど、この富士、へー、富士ってやつがすごくって、なんか普通に撮ったんだけど、なんかフィルムっぽいね、そう、ぽくすごっ、結構これがね、こんなんあるんだ、撮るときはなんかこれで撮るの、めっちゃいい、めっちゃいい、もうめっちゃいい、エモい、そう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 、なんかコピーしてないか、でもそれってすぐ見れるの、そう、すぐ見える、すごい、そうそうそう、へぇ、フィルムっぽいね、そうなの、そう、なんかね、すごいフィルム流行ってるからさ、私もこれ使ってるフィルムだけど、なんかニコンのなんかちょっとレトロに回帰する流れに乗ってみた、カメラ女子みたいな、カメラ女子行き過ぎてるちょっとね、完全に行き過ぎてる、マッチョ系のみたいなゴリゴリの、そうで、これなんかまた現像に出して、もう何撮ったか全然覚えてないから、え、これどうやって撮ったみたいな、とか、なんか自分の写真にすごい驚きがある、楽しいよね、それ、これめっちゃ使うの、私 GR ね、これさ、めっちゃもうこればっか使う、なんかこっちもいらんぐらいのレベル、結構広角だよね、広角、広く映る、ポケットに入るのがいい、そう、でもなんか一時期よくポケットからなんかフッ GR みたいな時期あったよねあったあった、すごいいろいろ使えていいという噂の、結構みんな持ってるなんかね、優れものと聞いております、優れもの、めちゃくちゃいい、